月日の話。坂口庵を。歳末に暦をもらってページを送りつつ新しい年を考える。今月の歴史というところを読むと、異様な気がするのである。このことは一般の人々は気づかないことで、それが普通なのだが、小説家、特に歴史小説を書いている私などから見ると大変奇妙に思われることが多い。例えば、魏志の討ち入りは頃は元64年6月、12月、14日と何は説に謳われていることは誰も知る通りである。けれども、これは太陰暦で言ってのことで、共通用している太陽暦から言うと、多分、翌年の1月十何日ぐらいに当たるのではないかと思う。今日の太陽暦というものは明治政府が採用したもので、それ以前は太陰暦であるから、1ヶ月以上の開きがあるのが普通である。私がこのことを肝に銘じたのは、私が島原の乱を書こうと思って文献を調べ始めた時からで、キリシタンの文献は、資料が日本側と外国側と2種類あり、日本側の日付は太陰暦であるが、西洋側は太陽暦なのである。したがって、事件の発端が12月にかかっている天草の乱のごときは、太陽暦では翌年にかかっており、太陰暦の元旦に天草のキリシタン組が油断していると思って総攻撃したとき、キリシタン側には何でもない平日で、ために日本側は総大将が戦死するほどの大損害を被った。そして今日の暦に至っても、太陰暦の日付がそのまま太陽暦の歴史として伝えられているのである。日本の学者のズボラさ、非科学性も甚だしと言うべし。ただ紀元節の2月10日だけは太陰暦の元旦を太陽暦に逆算して算定したものだそうである。すべてがこのようでなければ、記念日などというものは実るは全く日付違いなのである。